町内のほぼ全域で断水が続く石川県鹿町で、大好きな書道を心の支えに復興を願う小学生がいます。鹿町に暮らす小学六年生、大谷花さん。好きなものは書道です。花さんは以前から水で書くことができる習字セットで毎日練習をしていて、断水が続く今は雨水や雪解け水を使って練習しています。 なんで好きなの、どうして好きなんですか。<laughs> <laughs> えっと、好きな文字を書いて、いろんな人に見てもらえて。賞で認められるのが嬉しいからです。去年の明治神宮の書道展では、地元の名所、能登富士と書いた賞を出品し。見事特選を取りました。 今月5日に東京で行われる授賞式に出席する予定でしたが、地震のため断念したといいます。覚えてないね。こう話す花さんが今練習している文字は復興です。のとの復興を願って書いているといい、断水が解消されたら墨で書いた作品を出展したいと話しています。